船、原長尾、船、原長尾、船は、羅朝生。1953年12月10日台は、アメリカ在住のミュージシャン、映画監督、映画プロデューサー。兵庫県で生まれ、日本大学芸術学部映画学科卒業後、NYU 大学院映画学科に学ぶ。大学院在学中に、パンクロックバンドのカルト的な存在となった、プラズマティックスのベーシストとして、 ニューヨークでミュージシャンデビュー、その後映画制作に移行し、1992年、村上隆原作の映画、トパーズ、東京デカダンスのプロデューサー、また、サンダンス映画祭でグランプリを受賞した、インザスープ、アレクサンダー・ロックウェル監督作品のエグゼクティブプロデューサーを務めた。1969年、兵庫県立加古川東高等学校入学すると、 高校在学中から後に各分野の文化人として名を成した同世代の人物たちとの交流が始まった。後にコピーライターとなった中島らもフランス文学者、作家、翻訳家となった鈴木聡司とは三宮で知り合い、ラジオパーソナリティとなった谷五郎とは同級生であった。中島によれば中島と共に 大阪芸大を受験資料者合格したものの、校内に建てられていた、マムシに注意の看板に驚いた船原は、入学を取りやめたのだという。1972年、日本大学芸術学部映画学科に入学し、大学3年時に、ニューヨーク州北部にある、シラキューズ大学に留学した。大学4年の時に、沖縄で、沖縄海洋博が開かれると、 通産省の管轄であった海洋文化館に勤務し、三木首相付きの同時通訳を務める傍ら、ゲンティンガーラ、シアターが当時のハイテクを駆使して運営したコンピューター制御のマルチ映像でプログラマー兼オペレーターを行った。1976年、日本大学芸術学部映画学科卒業すると、再び都米市と西海岸の芸術大学に在籍した。その翌年、 ニューヨークへ移住、ニューヨーク大学大学院、修士課程に在籍するも、1年後には、パンクロック、プラズマティックスの結成にあたって、ベーシストとして参加し、大学院を中退するに至った。ニューヨークで結成されたプラズマティックスは、70年代終わりから80年代にかけて、ハードコアなステージで人気を獲得し、カルト的存在のパンクロックバンドとして、一世を風靡した。 船原はそのプラズマティックスの結成オリジナルメンバーであり、1978年全米ツアーに参加、翌年はヨーロッパツアーにも参加した。しかし、アナーキーなステージ演出は危険すぎるという理由で、1980年8月8日のイギリスデビューコンサートが中止になるというハプニングもあった。70年代から80年代にかけて世界で活躍する。 日本人ベーシストとしては、ロッド・スチュワートのバックをやっていた山内哲がおり、当時は、ロンドンの鉄か、ニューヨークの調整かと言われるほどで、船、原の人気も、ニューヨークのストリートを歩いていると、突然サインを求められるほどであったという。ミュージシャンとして成功した船原は、米国へ10いわゆるグリーンカードを獲得。その後、船、原の目標は、学生時代から、 映画制作にあり、1980年、人気絶頂だったプラズマティックスを脱退した。ミュージシャンを廃業した翌年、就営社ニューヨーク支局の支局員を務め、それをきっかけに、村上龍、北方健造との交流が始まった。長期にわたる交流の中で、彼らの小説の登場人物のモデルにもなった。1982年、ブロードウェイミュージカルの仕事を始め、 ロック、エヌロール、ザ・ファースト後、レイレレイヤーズのフィナーレを作曲、日本人初のブロードウェイミュージカル作曲者となった。翌年1983年は、音楽プロモーションビデオの制作会社を設立、その1年後には、米国 CBS レコード、ゲンソニーミュージックエンタテインメントと、ソロアーティスト契約が成立するとともに、ミュージックビデオ監督としての仕事も始まった。 今はの清志郎と RC サクセションのベイビー。逃げるんだは本格的な海外ロケのミュージックビデオとして当時最も大掛かりなものであった。またアメリカンビデオアワーズを受賞した IAM シャム、ラップミュージックの元祖ランデ DMC のミュージックビデオも監督した。80年代半ばに人気を博したランデ DMC は船原が MTV 主催のスペシャルイベントアットザリッツ、ニューヨークシティでディレクターを務めた際、ラップミュージックという分野がまだなかった時代に、初めて彼らをメインストリームの音楽として紹介した。1986年はブロードウェイミュージカルとしてヒットし、トニー賞にもノミネートされた単語アルヘンティーノのアルゼンチン単語を日本に紹介、当時サントリーの TV コマーシャルにも起用されて、 ブームを巻き起こした。これをきっかけに単語アルヘンティーノのほか、1989年度、トニー賞ノミネートの演出も行ったクラウディオ・ゴビアとヘクター・オレゾリとの仕事が始まり、1991年、彼らの演出による、キューバ音楽とダンスのレビュー、のチェトロ・ピカーナのエグゼクティブプロデューサーを務めた。1985年、CBS レコードと契約を解約した年、 ニューヨーク市の裁判所で判決の降りた少年の再教育を行う非営利団体コートエンプロイメントプロジェクトセップに勤務した。同時期に映像制作の有志が集まり、週末のプロジェクトとして短編映画のシリーズものの制作も始めた。1987年、映像制作会社船原アソシエーツ、インクを設立し、 いよいよ劇場用本編映画制作を開始した。同時に、コネチカット州の映画制作会社の資本提携会社、インタグレイティドレソーセスインク上場会社のコンサルタントに就任、アメリカの巨大な映画産業の根幹である資本作りにも第一歩を踏み出した。1989年からは、サンズの制作指揮を皮切りに、ザ・ハウス・ゲスト、ラッフルズ・ホテル、 フェイタルミッションと立て続けにプロデューサーを務め、1992年にはサンダンス映画祭でグランプリを受賞したヒット作品の制作葬式、村上龍、原作の映画のプロデュースを行い、2013年の現在でも、米国の映画産業で活躍している。船原は、自他ともに認める Mac ユーザーであり、早くからコンピュータとインターネットを利用した。 映像配信に取り組んできた。1996年、ケーブルニュースネットワーク FN の人気番組、ピナクルのコンサルタントを務め、ブロードバンドを利用した映像ストリーミング、メディアプロデューサーとしてから映像を配信した。これは、世界でも、初めての試みであった。2000年、米国で、日経作用手のプロダクション会社モーションプラネット社の、シニアプロデューサーに就任。 同年の開発に関わり、ハリウッドの新しい DI 企画に参入した。この頃から、米国映画産業の中で重要な役割を、果たしている各団体から徐々に認められ、会員として名を連ねていくこととなった。2000年より、アイコグ2003年,200年度より、2004年度より、ザ・ソサイティ・オブ・モーション・ピクチャーテレビジョン・エンジニアズ、スンプと、米国映画テレビ技術者協会。 そして2009年度より映画芸術科学アカデミーのザ・サイ・オンセンドテクノロジーカウンシル部門イメージインターチェンジフレームワークの会員となっている。また2005年には映画芸術科学アカデミー公認の日本語ブロガーとなった。近年ではコンサルタントの仕事が多く2007年からプレミアムケーブルテレビの大手 HBO ホームボックスオフィス ワーナーブラザース参加のコンサルタントに2008年からは企業格付け会社の大手スタンダードプアーズのデジタル映像に関連する企業においてアナリストのコンサルタントに就任した現在ハリウッド映画産業のデジタルシネマの企画と推進及び米国のデジタルハイビジョンの企画にも貢献しその中でジャズピアニストの菊池正明のドキュメンタリー映画 および自主制作の長編本編作品を数本制作中である。劇場映画作品以外にも短編映画、ミュージックビデオ、テレビ CM など欧米での制作は数多くの作品に及んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。